アパートの鍵カシマスは1960年制作のアメリカ映画同年のアカデミー賞にて作品賞、監督賞など5部門受賞した。1968年には当作を原作としたブロードウェイミュージカルプロミセスプロミセスが脚本にいるサイモンにより公演された。1959年12月、従業員3万1259名を要する。 ニューヨークの保険会社。19階の大部屋に勤める CC バックスター。金属3年10ヶ月。礼儀正しく、数字に強く、推しに弱い。バドの集休は94ドル70セント。セントラルパーク近くの家賃月額85ドルのアパートに暮らすバドは、なし崩し的に続いている。バドの部屋のまたがしを当てに死死生活に割り込んでくる。課長ら上司の色恋の絡む、あってないような。 秋予約をなかなか断り切れずにいた。管理職の立場を利用し、昇進への口添えを約束し、協力的な平社員、バドの部屋を相引きの場所として拝借する。ラブホテルのない時代、に英語室で夕方から深夜に及ぶ、バドのお得意様たちが発する、愛情の交換、が引きも切らない様子を聞くにつけ、バドへの視線が生暖かくなっている隣人、ドクタードレイファス。 隣人夫婦の思い込みから生じている詮索を機に、しながらも自分の部屋に帰りたい時に帰れない私生活と引き換えに、いつの日か良い人事効果から昇格につながるであろうと、自分を納得させるバドが思いを寄せているのは、エレベーターガールのフラン・キューベリック、社内の誰からの誘いにもなびかない美しいフランから見れば、バドは紳士的な同じ会社の社員に過ぎなかった。 二人が発展しないのには、バドとは、無関係の密かな、フランの意思一つでは抜け出せない、シリアスな理由があった。ある夜、常連カークビーとシルビアのチェックアウトタイムが1時間以上、遅れた後に、バドがようやく手に入れた、神聖な安息の時間は、眠りに落ちる間もなく、破られてしまう。寝入り花の一本の電話をつい取ってしまったことから、断りきれず冬の寒空に放り出され、 電話の種、総務稼働ビッシュのミスも重なり、今回バドは、明け方まで部屋に入れず、風邪を引き最悪の出勤をする。19階から、車内電話を使い、自分の部屋の予約を順繰りに調整し、寝る時間を確保した、発熱患者バドに、重役シェルドレークから、呼び出しがかかる。待ち望んだ日がやってきたと直感したバドは、フランの箱に乗って27階の個室へ馳せさんじる。しかし、 個室で始まった会話は、不穏さを帯び始め、課長たちに取り入って、昇格の機会を伺うバドの陰謀は筒抜けであること、風紀を乱したことへの叱責に変わっていく。噂を嗅ぎつけていたシェルドレイク部長は、バドに驚くべき話を持ちかけてくるのだった。条件を飲むしかなくなり、チケット2枚を渡され解放されたバドは、20時30分上演の映画に、 憧れのフランを誘い出そうとするのだが、自殺未遂、暴行、そして告発、大波乱のイブとクリスマスを経た後、最初から分かりきっていた通りに引き離された二人。膝に45口径の古傷を持つバドとスペルのダメな、フランは転がり込んだ現実に喜ぶものの、それぞれが実は心の奥に何かが眠っていたことに気づく。隣人のドクターの助けを得て何とか問題を解決し、 どこまでも心優しいバドは、自分をごまかしていることに直面した今、手に入れた27階の個室を守り通すことが、できるのか年末6週間、そして、イブ、新年で終わる物語、ジャック・レモンとシャーリー・マクレーン受賞アカデミー、作品賞アカデミー監督賞、ビリー・ワイルダーアカデミー脚本賞、ビリー・ワイルダー、アイ・エール・ダイヤモンド・アカデミー美術賞、アレクサンドル・トローネ、 エドワード・ジー・ボイル・アカデミー編集賞。ダニエル・マンデル・ノミネート・アカデミー主演団優勝。ジャック・レモン・アカデミー主演女優賞。シャーリー・マクレーン・アカデミー女演団優勝。ジャック・クルーシェーン・アカデミー撮影賞。ジョセフ・ラシェル・アカデミー録音賞。ゴードン・イー・ソーヤー受賞作品賞主演団優勝。ジャック・レモン主演女優賞。シャーリー・マクレーン・ノミネート監督賞。ビリー・ワイルダー受賞作品賞監督賞。 ビリーワイルダー、ありがとうございます。